フェリシアーノ・ロペス・ディアス・ゲラは、スペイントレード出身の男子プロテニス選手。身長188センチメートル、体重85キログラム、左利き、バックハンドストロークは、片手打ち。自己最高ランキングは、シングルス12位、ダブルス9位。ATP ツアーでシングルス7勝、ダブルス5勝を挙げている。デビスカップにおいて、スペインの4度の優勝に貢献。 スペイン人男子として1972年マニュエル・オランテス以来となるウィンブルドンベスト8進出を果たした。2016年全仏オープン男子ダブルスで同スペインのマルク・ロペスとペアを組み優勝した。ロペスは父親の手ほどきで5歳からテニスを始めた。1997年に15歳でプロ転校。2003年全後オープンで3回戦へ進出し、2004年、 全仏オープンでグスタボ・クエルテントの4回戦まで進出した。8月にはスペイン代表選手の一人としてアテネゴリンに単服出場を果たす。トミー・ロブレドと組んだダブルスでは1回戦で第6シードのエトリス、ロドリゲス組に敗れたもののシングルスでは第8シードのセバスチャン・グロジャンとの3回戦まで進出した。10月にはで行われた BA。 CA テニストロフィーの決勝でギレルもカナスを破り ATP ツアーシングルス初優勝。フェルナンド・ベルダスコと組んだダブルスでもストックホルムオープンで初優勝を飾っている。2005年、ロペスはスペインの男子選手として1972年のマニュエル・オランテス以来33年ぶりとなるウィンブルドンのベスト8進出を果たした。その準々決勝では レイトンヒューイットに5から7、4から6、7から6のストレートで敗れている。2008年ウィンブルドンで3年ぶり2度目のベスト8に入ったが、ノーシードから勝ち上がったマラトサフィンに敗れ、自身初の4大,大大会ベスト4進出はならなかった。デビスカップ2008でフェリシアーノ・ロッペスは、ダビド・フェレール、フェルナンド・ベルダスコと共に、 デビスカップスペイン代表を4年ぶり3度目の優勝に導いた。11月21日から23日にかけて行われたアルゼンチンとの決勝戦は敵地アルゼンチンのコートで行われた。ロペスはシングルス第2試合で新エイフアンマルティンデル・ポトロを下すとダブルス第3試合でも親友ベルダスコとのコンビでナルバンディアン・カレリ組に勝利を収め、 デビスカップスペイン代表の優勝に大きく貢献した。2011年ウィンブルドンではロッペスはノーシードから勝ち上がり自己3度目のベスト8に進出した。準々決勝ではアンディ・マリーに3から6、4から6、4から6で敗れた。2012年のロンドン五輪で2度目の五輪に出場した。シングルスでは3回戦でフランスのジョーイル・ウィルフリード・ツオンガニ6から7。 四から六で敗れた。ダビド・フェレールと組んだダブルスでは準決勝で、フランスのロドラ、ソンガ組に三から六、六から四、十六から十八で競り負けた。三位決定戦でも、フランスのベネトーガスケ組に六から七、二から六で敗れ銅メダルを逃した。二千十四年の八月のロジャーズカップでは三回戦で、第四シードトマー・シュベルディ派を、準々決勝で、第六シードで、 地元カナダのミロシュラオニッチを破り、準決勝進出。準決勝で、第2シードのロジャー・フェデラーに敗れた。さらに10月の上海マスターズでは2回戦で、第2シードのラファエル・ナダルを3回戦で、ジョミーズナー、準々決勝で、ミハイル・ユージニーを破り、今季2度目のマスターズ、準決勝進出。準決勝で、ジルシモンに敗れた。年間最終ランキングで14位となり、 ロペスより上位の3人が辞退したため ATP ワールドツアーファイナルの交代選手の2番手に選出された。ただし本戦出場はなかった。2015年2月エクアドルオープン決勝にて通算サービスエース数7000本を達成。7009本は歴代9位、現役では3位の記録。3月2日付の世界ランキングで自己最高の10位を記録した。 全米オープンでは3回戦で、ミロシュラ・オニッチに4回戦で、ファビオ・ホニーニに勝利し、ウィンブルドン以外では初のベスト8に進出。準々決勝では、ノバク・ジョコビッチに1から6、6から3、3から6、6から7で敗れた。2016年2月22日、ドバイ・デューティフリー・テニス選手権にて、キャリア通算400勝を達成。 2016年全仏オープン男子ダブルスでは、マルク・ロペスと組んで、3回戦で、第1シードのエルベール、ク組を7から6、6から1で破ると、準決勝で、ディフェンディングチャンピオンのドーディング、メロ組を6から2、3から6、7から5で破り、自身初のグランドスラム決勝進出を果たす。決勝では、ブライアン兄弟に6から4、6から7、 6から3で勝利し初のグランドスラムタイトルを獲得した。7月のスイスオープングシュタードでは、決勝でロビン・ハーセを破り、シングルスでのクレー初優勝を果たした。2017年、クイーンズクラブ選手権では、決勝でマリンチ・リッチに4から6、7から6、7から6で勝利し、優勝した。全米オープンのダブルスでは準決勝で、 ブライアン兄弟を下して決勝に進出。決勝では、ホリアテカウ、ジャン・ジュリアン・ロジェムに敗れ、準優勝だった。2019年からムチュア・マドリード・オープンのトーナメントディレクターに就任することが発表された。2018年は準々決勝より先に進んだ、大会がないように目立った結果は残せず、年間最終ランキングを64位で終えた。 ウィンブルドン選手権シングルスに出場したことで、グランドスラム連続出場が歴代最長となる66大会連続になった。2019年も前半戦は良い成績を残せず、一時は世界ランキングが113位まで後退した。しかしクイーンズクラブ選手権において、シングルスでは決勝でジルシモンを6から2、6から7、7から6で下して優勝。 アンディ・マリーと組んだダブルスでも優勝し、37歳にして、タンプク2冠を達成した。クレイコートが多いスペイン育ちの選手としては珍しく、サーブボレーが得意なネットプレイヤーである。特に、ウィンブルドンの3度のベスト8進出からもわかるように、玉足が速く、サーブボレーが生きてくる、グラスコートを最も得意とする。サーブも強力でバックハンドスライスを多用し、 ベースラインでの打ち合いにも優れている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、 G コールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。